今度はちょっと頭の中で土砂草の形のライブ。帰らない地元の仲間や家族にそうやって約束して帰って、
書いてくれたニューヨークで、なんとか、なんとかライブすることができて、日本、福岡に帰ってきたのが、2011年3月11日です。それから、なんか本気で音楽と向き合おうと、人生と向き合おうと、自分らにできることを探しながら、今こうやって歌を歌って、全国を回って旅をしています。その3.11 の9日後、2011年3月20日に作った曲を今日も歌います。悲しみ消えるまで。止めることもできる。
ましてスタゴデュオのケンタコートと言います。アスナル金山約2年、こうやって毎月呼、ね、んでもらって、はい、立派なステージ音響照明用意してもらって、2年の日々がもうそろそろ経ちます、うん、実はですね次でケンタコートはねもうアスナル金山はラストです。10月9日のライブで、はい、名古屋に毎月来ることがちょっと難しくなってくるというか、そうですね。でもね、だんだんその毎月やってる中で応援してくれる人たちが少しずつ増えてきて、はい、またね、名古屋でもちゃんとね、ワンマンライブができるようにね、ケンタコート計画しています。ぜひですね、今日、ケンタコート初めてだなって人たくさんいると思います、はい、健康に太い書いてケンタコータ、うん、本名でやってます、はい、絶対何を与えれるか何をどんな力を渡せるかは分かんないんですけど、ちっぽけな誰でもどんなに両手が塞がってても心に持ち帰ることができるなんかメッセージをぜひ一つだけでもね、ケンタコータのライブを見て、ね、うん、届けれたらなとそう思ってます、はい、東北にもう6年通ってます。何ができるかそれこそ分かりませんが、今でも歌を歌ってみんなの笑顔を見て帰ってくるのが大好きです。そんな東北に教えてもらった大切な言葉があります。前を向いて歩こう。当たり前の言葉です。今歩いてる人、ここに来た人、みんな前を向いて歩いてきたんです。でもその当たり前ができなくなることがあるって知りました。いつか来るかもしれないそんな日にこの歌を思い出してくれたら嬉しいです。上を向いて歩こう、ケンタコータバージョンです。歌います。前を向いて歩こう。涙がこぼれてもいいから泣きながら1に帰ってきて考えました。盛り上がっていこうぜみたいな、みんな元気みたいな、
そんなことをできなくて、私からどうしようって考えた時に、そうだ、誰かの辛いことや苦しいこと、そういうことを拭ってあげることはできないけど、それから涙から守ってやれるようなアーティストならいける気がしてます。それよりも、自分ら自身の人生が結構、まあ、独特というか、本名で健太幸太でやってるんですけど、名字が4個あります。お父さんがいない時期が多くて、下にいる弟と妹のために2人で小学校2年生の時から内職して、高校生になったらバイトして、そういう人生を生きてきたから、26まで夢を追いかけることができませんでした。こういうことってステージで言うことじゃないかもしれませんけど、健太幸太の人生がそうだ、そこからしか歌が生まれないので、こういうことを伝えてます。だからか、小学校、中学校、最近では少年院、刑務所の方に呼んでもらって歌を届けていくというのが自分らのメインな活動となっています。ずっと2年間1枚のアルバムでずっとこの明日なる叶えまで歌ってきたんですけど、そうだ、誰かの傘になりたい、そういう思いが一つの新曲になりました。パラソルにあなたを、あなたを、パラソルに U を入れて、パラソールという曲です。しかもこの曲が宮城県気仙沼、最初にボランティアで行った被災地のある絵本作家さんが、この曲絵本にしていいかな、そう言ってくれて絵本になって今日は持ってきてます。もしよかったら見ることができるので、見て、もしいいなと思ったらぜひ手に取ってみてください。じゃあそういう思いをできたらパラソール、傘をただそっと
くよ。いつも楽しそうに見えるあの人も、いつも怒ってばかりに見えたあの人も、いつも笑顔で頑張っているあなたでも、心の中土砂降りかもしれない、だから僕ら優しい
ダイヤモンドブルース。Yeah.
ー